堅労働者の生活を守れ。派遣労働者の処遇改善を実現しろ。派遣労働者の処遇改善を実現しろ。労働時間規制の改悪は許さないぞ。労働時間規制の改悪は許さないぞ。残業代ゼロより過労死ゼロを実現しろ。残業代ゼロより過労死ゼロを実現しろ。連合古賀会長よりご挨拶をお願いします。 8.28 座り込み行動、そしてこの路上集会にご参加の皆さん、大変ご苦労様です。私たちは働くことの尊さ、そして労働の尊厳、そのことは普遍の価値観だと思っています。しかし、その普遍の価値観が今壊されようとしている、そんな危機感のもと、安倍政権発足以来、ストップ・ザ・格差社会、暮らしの底上げ実現キャンペーンの一環として、この労働者保護による改悪阻止の運動を展開してきました。それぞれ皆さん方も院内集会や独自の集会、そしてこの座り込み行動、また8月23日にはまさに国民の声、怒りの 8.23 大行動で、この国会を取り囲み、約1万4000人の皆さんがこの行動に参加をいただきました。連合のみならず、国会議員の皆さん、あるいは学生の皆さん、あるいは大学の先生方、NPO、NGO、多くの人の参加で、この労働者保護による改悪阻止、そして安倍政権が今、強引な政治手法で進めている安全保障関連法案の反対、この声を上げてきたわけでございます。労働者保護による極めて大きな今正念場に差し掛かっています。ご案内の通り、労働者派遣法は残念ながら衆議院を通過し、今参議院で審議が進んでいます。参議院のそれぞれの民主党の先生方、懸命に頑張っていただいております。深掘りした審議で、より一層問題点を明らかにしていく。そして私たちは最後の最後まで成立阻止に向けて、連合一丸となって行動をすることにより、世論を喚起し、社会的なうねりを作っていく。このことをこれからもさまざまな手法を用いてやっていきたいと思います。加えて、まさに国民の合意形成や立憲主義の原則を軽視する強引な政治手法で進める安保法制にも、我々は反対の声を上げなければなりません。労働者保護ルール、安保法制、今の政権が進めるこのような政策は、決して日本社会を良くするものでなく、まさに持続可能性を閉ざす、そんな思いで今日またがこの座り込み行動を招集させていただきました。これから他の代表をはじめ、民主党議員の皆さん方から国会の動向、そして働く現場のさまざまな課題は、私たち働く仲間が皆さん方に訴えさせていただきます。皆さん、もう一度今進められようとしているこの労働者保護ルール改悪の悪法がどんな問題を含んでいるのか、改めて確認をし合い、そしてこの行動を最後まで必
賛成するとともに、一人一人がその思いを職場そして地域に持って帰り、大きなおねぎりしていただく、そのことを心よりお願いを申し上げ、主催者を代表しての挨拶に返させていただきます。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、民主党岡田克也代表よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。民主党代表の岡田克也です。長時間の座り込み本当にありがとうございます。皆様のその行動によって我々民主党一人一人の議員が支えられて、そして国会の中で頑張ることができています。この国会残すところは実質3週間、一日一日が極めて大事です。安全保障法制、議論すればするほど分からなくなる。総理も各大臣も法制局長官も答えがちゃんと聞いたことに答えていない、あるいは支離滅裂、論理矛盾、そういうことが明らかになってまいりました。そして労働法制、先ほど会長から話がありましたように、派遣の方は残念ながら衆議院強行採決、今参議院で議論が行われています。本当に現場の一人一人の議員が筆頭理事を中心にまとまって、そして議論の深掘りを懸命にやっています。ですから時間は随分経つんですけれども、採決には至らない、採決できない状態、緊迫する日々の議論の中で何とか持ちこたえている、こういう状況です。派遣労働がやりやすくなるということは、正社員として働く、その働き方も限度が来る。そして何が一番大事か、人にとって一番大事なことは安心して安定して働けること。そしてその中で望む人が結婚したり子供を作ったりする、そういう基本的なことすらできないのが今の日本、さらにそれが厳しくなる。派遣法の改悪を絶対許してはならない、そういう思いで私たち民主党心を一つにして今参議院の現場で戦っているところです。労基法の改悪も安倍さんにとっては成果主義で残業代制で成果で判断したらいいじゃないかというかもしれないが、今の働き方の現状、過労死が相次ぐような長時間労働当たり前のようなこの働き方の中で安倍さんの言うことを実現していけば、ますます長時間労働を強いられることになる。私たちはこの残業代ゼロ法案やそういったことについてしっかりと歯止めをしていかなければいけません。幸いにしてまだこれは本格審議に入っていません。なんとか頑張ってこの国会で議論が始まらないようにすること、そのことをしっかりとですね、私たちは頑張って確保していきたい、そういうふうに思います。皆様が頼りです。今日は本当にありがとうございます。皆様のその座り込み後押しのおかげで私たちは戦うことができています。最後までしっかりと一つになって頑張ってまいります。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。